さらばらく皆さんこんにちは。アーミレお元気ですか。さあそれでは8日目になるんですね。ズームやりました。もう一回前の方戻って見直してもいいですしね。とりあえず問題慣れをするということは大切ですから、繰り返し繰り返し言いますけれども、一度にやるんではなくてコツコツ、できないところを戻ってください。あとはね、得意な人はもちろん分かってるでしょうけど、苦手な人、あまり全部やろうとしない、すべて取る必要はないんです。苦手なものは苦手でいい、できなければできなくてもいい。でもできるところを確実に取ればいいんです。だって別に満点取りたいわけじゃないわけでしょ。7割取りたい、8割取りたい、取ったら十分だっていう人は覚える量を減らしていって、ここが出たらごめんなさい、そのぐらいのつもりで解けるところを確実に取るようにしましょう。だからこれは、イントロダクションで話しましたよね、最初の、そこで言った通り、戦後史、文化史どうするのか、どっちか捨ててどっちかだけやるっていうのも手でしょう。ただ捨てたものは必ず3日前ぐらいには見てください。全くやらないのは言っても取れないので、もったいない。さあそれでは今回やってみましょう。では今日のテーマはこちらになります。さて、この絵はとても有名な絵です。テストに出る絵ではないですし、出たとしても別に問題に関係のあるものではなくて、これは何とかですとかも出るんです。初めての国際会議って言っても過言ではありません。それぞれの国の代表が集まるという意味では、主権国家が最初に集まった会議だから、よく主権国家体制の確立って言ったのがこの会議です。真ん中ぐらいかな、北の上の方かな、に、ミュンスターと呼ばれる町があります。私行ってきました、ミュンスターは。で、場所はミュンスターという都市なんですよ。そこに市役所があって、今は博物館にもなってるんですけれども、中に入って見ることができます。この建物と同じような感じです。ここなんかこう人が座れるようになってるんですよ。こうやってめちゃめちゃ狭いですよ。普通の学校の体育館の半分ぐらいしかないですかね。だからこれ本当に意外とこの人数入ったらぎゅうぎゅうだなって感じで私思って行きましたよ。ちなみにミュンスターという町はウェストファリア地方と呼ばれる場所にあります。だからこの会議のことをウェストファリア会議と呼ばれて、これ以降、ナポレオンによってね、ヨーロッパが崩され、ウィーン会議が開かれるまでの体制のことをウェストファリア体制というふうに呼ぶのは、この1648年に開催されたウェストファリア会議で決められた内容だったということです。いいですね、条約の歴史っていうのを今日は皆さんに問題として作りましょう。となると もちろんお分かりの通りです。しょっちゅう出てきますよね。つまり条約の内容と条約の名前が一致しない、条約の名前と戦争が一致しない、この組み合わせを勉強するのは単語カードで十分ですから。なので知らない条約、戦争組み合わせて単語カードの表裏に書く、あとは条約の内容全部書いたら分かっちゃいますから、一部だけ書いてそれが何条約の内容なのかを表裏に書いていく。これはもう今更かもしれないけれども、やっぱり出やすいものは覚えてなければまずいので必ずまとめてください。ただそれだけではちょっとつまらないので、もう少しひねった感じの問題にしました。だから少し難しく感じるかもしれません。ただ扱った条約自体は全然レベルは低いものですよ。簡単なものです。条約の問題はこういう問題です。正しいことを言っているのは誰？ A、B、C、D で、それぞれ複雑な言い方をしています。だからまずみんなは1から4のこの内容が何ていう条約なのかがある程度わからないともちろん答えられません。なのでヒントを見ながらやってみてください。では1分30秒始めましょう。用意始め。はい、そこまでです。さて回答を言う前に、回答最後に言いましょうね。ドキドキする。ちなみに 1,2,3,4 の条約の内容、条約の名前です。まず1番はここに四角で消えてますからね。
でもヒントは後ろに30年戦争ってあるわけですから、別にこの最後の 3行の文章なんてどうでもいいってことですよね。だから一番は絶対にウエストファリア条約だと分かるんです。で2番はこの文章をどこ見て分かるかです。本当はラインラントなんていう言葉があると本当分かりやすいんですね。まあでもここにシュトレーゼマンとブリアンもいるし、本当はできればこの文章が大切なんですよ。この条約によって翌年ドイツが国際連盟に加入することができたっていうんで、これロカルノ条約、1925年でね。でこれはまあ文章的なで、今度は地図を見ながら答えなさいっていう2つです。でこっちの地図はもうしょっちゅう見る地図ですよね。だから本当はこの下のコメントを見ないでも、この地図見ただけで、あの戦争の条約ねって分からないと本当はダメですよ。細かく指示必要なんてないんですよ。実際にはオーストリア・ハンガリー帝国が映っていて、で、ね、で色分けしてやんじゃんよ。でしかも色の説明も書いてないんです、この地図には。でもここにオスマン帝国がいて、明らかにオスマン帝国の領地が減ってることが分かるわけじゃないですか。しかもこの上にロシアがいるんでしょ。でここにルーマニア、セルビア、モンテネグロって書いてあれば、どう見たってサンステファノ条約なわけですよ、これ。で、この時点では。で、さらに言えば、ここにブルガリアの自治国縮小。もともとブルガリアの自治国っていうのは、これ、ロシアが保護国にしたのでね。このサンステファノ条約で。だからこれ、だからここに赤い線でグーって書いてあるんだよ、これ。この赤い線で書かれてるのが、実はもともとブルガリアが持っていた大きな領土で、ロシアの保護になってる。でも実はこれにオーストリア・ハンガリー帝国とイギリスが反発したんでしょ。これだとロシアが南下できちゃうからっていうんで、ロシア南下するとこれ地中海に行けちゃうじゃん。イギリスは嫌がった。あとはこうやってどん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 ロシアの古文みたいなのが増えるわけです。ブルガリアもスラブだからね。でセルビアもモンテネグロもスラブなので、ゲルマンであるオーストリアにとっては嫌なんですよ。ロシアのなんかこんな身内みたいなのがいっぱい独立するの。だからオーストリアもイギリスも反発して、これじゃまずいっていうんで、ビスマルクが仲介に入ってブルガリアをちっちゃくさせて、しかもこれ保護領を廃止してますよ、ね、ロシアなんかできなくなったんです。これ有名なベルリン会議です。ただこれがいいですか、その次第レベルにサンステファノかベルリンかなんて、そんな見分ける必要ないわけですよ。そんな問題出すわけないじゃないですか、ね、なのでこれはそのぐらい、つまりロシアトルコ戦争、ロド戦争の頃だな。でさらにもう一個、4番目、これ見たらもう愛軍条約か北京条約かってことになるの分かります。ここスタノボイ山脈で、ここ昔ネルチンスク条約なんですね。でアムール川が流れていて、ウスリー川が流れていて、でここが愛軍条約で取って、ここ沿海州だったね。このピンクのところが北京条約で取った。まあ内容的には細かくなるので、これが北京条約だって答えるのは、まあ、難しくないですよ。別に本当は知らなきゃいけないんだけど、でもこの地図が出てくるのっていうのは、少なくともあのアヘン戦争とかアロー戦争の頃にこの地図っていうのは教わったはずです。それでいいと思うんですよ。でしかも未だにこれロシアに取られたままだもんね。まだ中国返されてなくて、なんとなく中国とロシアって仲いいように思ってるかもしれないけど、でも実はこれ国境紛争が起きてんだよ、戦後1969年かな、ここら辺に。で結局ロシアは、まあ、取ったままですから、まだ未だにこの部分はロシア領で、中国は返してほしいんだけど、返してほしい。これ全部中国領だったらすごいロシアは痛手ですよ。ってことで、まあ、本当はこれで年代順に並べなきゃいけないんです。これが1648、1925で、これが1878で、これが1860です。ただ3と4が細かい。この順番の並べ替えがもし出たとするならば、ちょっと共通テストではレベルが高すぎるかもしれません。ただこれは20世紀だし、これが17世紀であることは予想がつくので、まあ、この2つはできなきゃいけないけど、この3と4に関しては多少アバウトでも問題が解けるようになっているはずです。見てみましょう。 A 君、1と3の条約の間、1と3の条約の間、つまりこれが19世紀で、これが17世紀、その間に2がある、まあ、絶対ありえないですよ ね。だから×とは、2にある国際連盟、つまりこれです。国際連盟というのは第一次世界大戦が終わった後にできているわけですから、4の時に存在していた。これは4の場所が19世紀であることを知っていれば、まさかね、
はい、次 C 君。フランスは1で獲得した地方、これ書いてないんです。だからアルザス・ロレーヌのことですよ。アルザス・ロレーヌの一部のことですが、でこれを3で失った。ここでアルザス・ロレーヌの話が出てきたかどうかです。もともと皆さんがアルザス・ロレーヌを出すのは、ここの後どこで出てるかというと、普仏戦争。プロイセン・フランス戦争でナポレオンが負けた戦争で、アルザス・ロレーヌがドイツに渡されたと出てくるはずです。その後ベルサイ条約です。アルザス・ロレーヌ、ね。だからそれはこんなところで出るって、まだ載ってないでしょ、アルザス・ロレーヌ。ね、だからありえないでしょ。ってことになります。なので、失ったのは3じゃない。で、D。だから、D が3でキプロス島。だからこれがベルリン会議だって分かんないと、キプロス島って分からないわけですよ。で、この4、九龍半島南部を得た。これが北京条約だって分からないと、この4番が丸にならないわけです。だけど、A と B と C は明らかに違うわけでしょ。ってことは、結局 D は合ってることになるわけ。で、そこで逆算。合ってるというふうなことになれば、4番は絶対北京条約。だから1860なんです。で、キプロス島領域はこれ絶対ベルリン会議なんです。78なんです。1870。ってことは、やっぱり1番、2番のこの年代から考えれば、絶対に A と B は丸にはできないんです。わかります？なので、やっぱり D が合ってることが前提になれば、明らかに ABC が×と分かるので、見直すときにも、これはもう絶対に D が丸だってことが分かる。こういう形になります。良いですか？できそうですか？ね、実は出てくる用語はめちゃめちゃ優しいんですよ。一応僕これ問題作るときに用語集見ながら作ってるので、一応用語集の赤、できれば5以上、5、6、7。それだけで問題作ってます。できれば3とか4とかの単語が出ないように作ってあるので、本当はこういうのがさらっとできるようにしてもらえるということになります。以上ね、条約の問題はこういうふうにできてます。他にもたくさん条約いっぱいありますよ。なんで忘れていたら、せめて内容が聞かれたら、条約の名前、条約の名前が聞かれたら戦争の名前、戦争が出てきたらせめて世紀、何世紀ぐらいなのか、どことどこが戦ったのか、そのぐらいは知っておいてください。もともと世界史は戦争の歴史です。戦争がない時代なんてのは存在しないんです。反戦という言葉はいい言葉だけど、なかなか歴史上反戦でいられる時代っていうのはない。まあ、たまたま今日本はね、戦争に巻き込まれていないですけど、いつ巻き込まれるかわからないですから、その辺は覚悟して生きてください。以上です。終わりにしましょう。それじゃあ、ショコラマサラ、バイバイ、頑張って。